はい、皆さんこんにちは。スポーツサイエンスラボの亮太郎です。先日13分台チャレンジの動画をアップしたんですけども、ツイッターとかでは例えば3月の練習メニューとかトレーニングのことをね主に発表してたんですけども、一番大事なことを伝え忘れててちょっと今日はそれを、皆さんにお伝えできたらなと思います。というのもトレーニングっていうのは目標自分がこう実現したいことを達成するための手段でしかないんですね。だから本当はトレーニングよりも先に自分が達成したいこと実現したいことっていうのを決めないとトレーニングも身が入らないしモチベーションが上がらなかったりしてなかなかその目標を達成するというのは難しくなってきます。なので今日は、目標をどうやって達成する目標を達成するためにどういったプロセスを踏んだらいいかっていうのをちょっと私なりにね説明していきたいと思います。はい、でまず一番大切なのが丸一の目標を持つこと。よく目標を持ちましょうとか夢を持ちましょうとか耳にすると思うんですけどこれがやっぱりね一番大事だと思います。で私はどんな形で目標を持ったかっていうと、もちろん数字今回で言ったら 5000m13 分台っていうのも目標ではあるんですけど、それはどっちかというともう手段に入ってくるんですね。で 5000m で13分台を出してじゃあ何がしたいかっていうと僕は陸上界、特にその中高生、ジュニアの育成に貢献したいというのが一番やりたいこと。これが私の実現したいことになってきます。なので、実現したいことっていうのは、タイムを出したら、中学生だったら、3000m で、例えばじゃあ9分30秒を切ったら、その時に自分がどんなこう嬉しいことが起こるか。例えばじゃあ卒業アルバムに大きく乗るでもいいですし、これ実際に私が中学生の頃に持ってた目標です。結果を出したら、女の子にモテるでもいいし何か買ってもらえるでもいいし、大会に行ったら周りの人からこうあいつ何々しろ丸々じゃんって言われることにちょっとこう嬉しさを感じるでもいいしこのタイムを出したら自分はどんなことを感じれるのか感じたいのかっていうのを明確にすることでここの目標っていうのは決まってくると思います。でこれは別に数字とか用いる必要はありません。こんな気持ちを感じたい、こういう自分になりたいっていうね、そういう なんかこう概念的な、抽象的なことでいいと思います。で、私で言うと、今回の13分台プロジェクトは、陸上界、中高生の育成に貢献するっていうのが実現したいこと、目標になります。で、今度はこの目標を達成するために、じゃあどういった手段で、その目標を達成するのかっていうのが必要になってきます。で、ここに初めて、5000m で13分台とか出てくるんですね。この手段っていうのは丸一の目標を達成するための方法になってきます。具体的な方法で私の場合は、陸上界中高生の育成に貢献するために 5000m で13分台を達成するまでの過程ねトレーニングの情報だったりっていうのを発信していって、それをこう情報として伝えて皆さんのパフォーマンスに貢献していくという形で、こういったことをやっていこうと思っています。でさらに掘り下げていってじゃあこの丸2の手段 5000m で13分台を達成するにはじゃあどうしたらいいかということを次考えなきゃいけなくなってきてそうなってくると今度は丸2を3番目の課題になってきます。丸2の手段を実行するための課題障害っていうのをいくつかこう自分なりに考えていってそれを上げていく。例えば私だったら、今 5000m 走ろうと思ったら、14分台出るか出ないかぐらいなんですけど13分台まで1分ぐらい差があるとやっぱどこかの能力が不足してるから1分差があるわけなんですよね。でこれを埋めなきゃいけないのでじゃあそれ自分に何が必要なのかっていうのを、具体的にね、出していくっていうのが必要な作業になってきます。なのでここでは、丸2の手段を実行するための課題障害っていうのを具体的に挙げてみましょう。例としては、本当にざっくりしてますけど VO2MAX、ランニングエコノミー、乳酸をこうエネルギーに変える能力を上げるとか、こういったところを向上するみたいなことを決めていくといいと思います。でこの丸3が決まったら次は丸4の、解決策。これは何かっていうとここで何をどの能力を上げたいかというのが決まったのに対してじゃあどういった方法でその能力を上げていくかというのをさらに掘り下げて考えていきます。ここで考えるのは、丸3の具体的な解決策ですね。例えば、VO2 マックスを上げるためにインターバルをやりましょうとか
ランニングエコノミーを上げるためにちょっとスプリント系のトレーニングを入れましょうみたいな形で具体的にトレーニングメニューに落とし込んでいくというのが重要です。でこの丸3と丸4を考える上で、大事なのがもう一つあって、何の能力をいつまでにどれぐらい伸ばすのかっていうのを明確にしておくと、もっとトレーニングメニューで組みやすくなってくると思います。でなかなか、測定とかしない限りその自分の能力って数値化するの難しいんですけど、そこは自分の主観でもいいですし、なんか回数とかあとは練習のタイムとかを指標にしてもいいので、何かね、その何の能力をいつどれぐらい伸ばすのかっていうのを決めていくと、ね、いいと思います。でこの1,2,3,4、まずこの1の目標、実現したいことが決まって、その次に2番目、目標を達成するための手段っていうのが決まってきて、丸3で手段を実行するための課題障害っていうのを浮き彫りにつけて、丸4で、課題障害を解決するための策っていうのを考える。この流れで、目標達成までのトレーニングプランだったりとかプロセスっていうのを考えると、より目標達成の達成率っていうのが上がるのかなと思います。私は実際に現役時代こういった考え方で、年間のスケジュールを組んでトレーニングだったりとかレースに出るということをやってきました。で、これをやらないとどうなるかっていうと、多くの人が陥りがちなのが、結構もうこのトレーニング手段のところに目ばっかりいって、そこしかこう考えないということに陥りやすいです。でトレーニングのことばっかり考えてると、自分がこうどういった選手になりたいかとか何を実現したいかっていうところがいまいち明確じゃないので、モチベーションが徐々に落ちていくんですよね。でそうするとせっかくいい練習の情報を聞いてもそれを継続できなかったりとか、あとはそもそも、トレーニングに身が入らなかったりとかっていうようなことになってしまうので、必ずねここの目標一番上のね実現したいことっていうのを皆さんには作ってもらいたいなと思います。これは別に答えはないので、本当10人といろ一人一人自分の実現したいことでは違ってくるのが当たり前なので、恥ずかしがらずに、ね、それを作ってほしいなと思います。でそれを実現するためにこういった流れで、トレーニングを組み立てていくというのが重要です。目標達成するための方法というのをお伝えしたんですけども、これプラスもう一個、考えてほしいことがあって、でそれは何かっていうと、例えば東京都で1番を目指すとかっていう目標があったりとか、じゃあ全中で優勝したいっていう目標があるんだったら、例えば東京都だったら東京で自分はこの練習においては1番だとか、全中で優勝目指すんだったら俺は日本の中学生の中でこの練習だけは1番だみたいな、そういう武器を作ってほしいんですよね。でこういった武器があると、例えばレースの時にもその練習を振り返って、いや俺はこの練習においては日本一やってきたじゃないかっていう自信になって、それがいいパフォーマンスにつながるということが多いです。で実体験としてそれは他の選手、トップ選手を見てても思うんですけど、僕自身は、朝練習を日本で一番丁寧にやろうと思って現役時代は過ごしていました。で具体的にはどういったことをやってたかというと、朝練習が当時6時からスタートしてたんですね。でその40分前の5時20分ぐらいに起きて、そこから朝練習のための準備っていうのを40分かけてやっていました。で一つ目的としては、一つは怪我の予防だったりとかっていうのがあったり、あとは僕は走るとすぐにトイレに行きやすい体質だったので、事前にねその準備の段階でトイレを済ませておいて、朝練習をきっちりこなす、いい状態でこなすっていう目的のためにやっていました。でプラスね、これが自信になったのが、大体朝練習の準備で毎朝2キロぐらい走ってたんですけども、2キロって積み重ねると1年で大体600キロから700キロぐらいになるんですね。で600キロから700キロって月間の走行距離と同じぐらいになってくるんですけど、そうすると1年12ヶ月しかないのに1年で13ヶ月分トレーニングができるっていうような考え方もできるわけですよ。で僕はこの朝練習の前にしっかりね、こう丁寧に、準備をするっていう時間を使って、とにかくそこに関しても誰も負けないぞという気持ちで、トレーニングをやっていました。でそれがね結果、試合の時にいいパフォーマンスにつながったこともあるし、やっててよかったなって今振り返って思うので、ぜひ中高生の皆さんも、これだけは俺は何でもいいです、
県内で誰よりもやってるぞっていう練習とか、全国で俺はこの練習だけは何も負けないっていうなんか武器を作ってもらいたいなと思います。その武器は絶対自分自身を助けることになるので、何か一つでもいいので武器を作ってください。よろしくお願いします。バイバイ。